マーブル VS カプコンサンフェイト・オブ・トゥ・ワールドはカプコンより2011年2月17日に発売されたプレイステーション3及び XBOX 360用 2D 対戦格闘ゲーム。略称はマブカプさんまたは MVC さん。同年11月17日には新キャラクター12体を追加して再調整を行った。 アルティメットマーベル VS カプコン3が発売された。アメコミの出版社、マーベルコミックとカプコンのクロスオーバー作品で2000年の前作、マーベル VS カプコンにニューエージオブ・ヒーローズから約11年ぶりに発売となったシリーズの第3弾。前作まではアーケードから家庭用に移植されたが、本作からは、 家庭用のみの販売となっており、アーケードへの逆移植も行われていない。プレイヤーは、カプコンとマーベルのキャラクターリストから2位に選んだ3人を操作し、相手の操る3人のキャラクターを必殺技などを駆使して攻撃し、全員の体力を例にすることで勝利となる。制限時間内に勝負が決しない場合は、チームの総体力が多い方の勝ちとなる。 プレイヤーが操作するのはステージ上に存在するプレイヤブルキャラクター一人のみだが控えのキャラクターを特定の攻撃を自動で行うバリアブルアシストとしてステージに呼び出すことができこれによって一時的に同時攻撃が可能となる体力が0となったキャラクターはその場から消え控えのキャラクターが新たなプレイヤブルキャラクターとして一定時間後にステージに登場するこれを 最後の三人目が倒れるまで繰り返す。勝敗は一試合のみで決する。本作ではアシストとアープ系の移動技を絡めることで、中、下段や表、裏の攻撃を同時に行い相手に二択を迫るなど、独自のガードの崩し方が存在する。このため中、下段に左右されない空中ガードが強く、空中へと逃げる展開が多発しやすい。また突進技は、 反撃を受けづらい技が多いため、ガード成功時に相手の攻撃をしのけるアドバシングガードが前提の作りとも取れ、総じて守る側が不利なゲームとなっている。移動や攻撃のパターンが豊富なためセオリーが存在せず、その場の状況を判断し柔軟に対応していく、スピーディな駆け引きが醍醐味である。グラフィックは 3D ポリゴンだが、 操作系が従来の 2D 対戦格闘のままというストリートファイター4と同様の 2.5D スタイルとなりハイパーコンボの発動時などにはカメラワークのアングルが寄るなどの演出も用いられる。表現の幅を広げるためというこの変更は多くのユーザーに 3D になった違和感をあまり感じさせない作りに仕上がっている。 2D から 3D へモデルを変更したことにより、グラフィックなどは一部再現を含めすべて作り直している。スタッフは、プロデューサーの新妻良太をはじめ、タツノコ VS カプコンから引き続き参加した者、及び MVC2 の関係者もいるが、MVC2 の企画者などは違うゲームの制作を担当していたため、アドバイザーとして参加している。開発には、 マルチプラットフォームに適したカプコンの制作エンジン MT フレームワークの最新版が使われている。ニーズマによると本作のデザインコンセプトは動くアメコミでありカプコンのキャラクターも含めアメコミ調のくっきりとした陰影で描画されている。アメコミイコール雑誌というイメージから攻撃などの際に髪が裂けたり破れたりする演出が加えられ。 使用されるエフェクトはアメコミで実際に使われている、フォントをそのまま使用している。これらの表現は、日本国外ファンを意識したものではなく、あくまで本作のコンセプトを重視したことによるものである。ゲームバランスよりは爽快感を重視しており、バランスが最重視された、ストフォーに対し、本作はあくまで、お祭りゲームであることを重視している。ニーズマイワーク。 キャラクターを尖らせるだけ尖らせて、最終的にシステムで包む設計になっており、スト4をプレイしたユーザーから送られた、もっとはちゃめちゃだったらいいのにという要望に対する一種の答えになっている。そのため、最終的なゲームバランスを調整するのには膨大な時間がかかっており、1日戦0試合テストプレイをしたスタッフも存在する。演出などは、 スト4と比べて短めになっており、あくまでスピーディなゲーム性を追求している。カプコンでは、マーベルのことを熟知し、間違いのないキャラクター作りをするために、相当な量の資料を集め、不要なところまでも作り込むという熱意ある制作が行われた。設定が不明瞭なキャラクターは、マーベル社に相談して作られている。マーベル側では、 原作で死亡したキャラクターが参戦したり、設定が大幅に変更されているなど、ゲーム発売時点の原作コミックの状況と異なる点があるが、それほど熱心に最新の原作を読んでいないライトなファンが持つイメージ寄りにするために、より古典的解釈に基づいたキャラクター設定となっている。新規参戦するキャラクターが増えたため、そのシリーズのファンに、 格闘ゲームというよりは特定のキャラクターを動かせるゲームとして好評を得ている。新規キャラクターは対戦格闘ゲーム以外からの参戦が多く原作での特徴的な動きを格闘ゲーム風に再現することが重視されている。2011年3月30日に出荷本数が200万本を記録したと発表された。カプコンは マーブル VS カプコンシリーズのファンの期待に応え、近年の格闘ゲーム人気の拡大を喚起した結果としている。またダウンロードコンテンツを継続して配信していき、長期的な販売促進を行うとしていた。日本国外版は日本版と異なるパッケージで販売されており、他にも日本国外版のコレクターズエディションには、コミック、アートブック、 アメコミの無料購読コードやダウンロードコンテンツキャラクターのアンロックコードなどの予約特典が付随するなど異なる点がある。日本ではユーザーの要望に応えいいカプコン限定でこのコレクターズエディションが先着予約特典として販売されたが各種コードは使用できなくなっている。コミック、アートブックには 本編の書き下ろしプロローグコミックのほか、キャンペーンアートなどが収録されている。このコミックは、アルティメットのゲーム内ギャラリーに、画像データとして収録されている。2011年11月17日に、PS3 と XB360 で発売された、アルティメットマーブル VS カプコン3では参戦要望が多く寄せられた、ストライダー飛竜など、 新キャラクターを12人追加し、ダウンロードキャラクターを含めると、総勢50人が使用可能になった。要望の高かったオンライン対戦での観戦モードが追加され、マッチメイキングをスムーズにし、ラグを減らすなど、オンラインモードの強化が行われる。また、前作で行われた主要な大会や、ユーザーフィードバックを参考にゲームバランスを再調整し、 一部のキャラクターには新必殺技が追加された。ゲームバランスを極端なものにしていた。X ファクターは攻撃上昇率を低下させ、空中でも発動できるようになった。空中ダッシュ中のガードができなくなったため、相対的にホバリングや特殊移動技を持つキャラクターが有利となっている。2011年12月17日には、 プレイステーションビータのローンチタイトルとして発売した。コンソール版同様の60フレームでの動作と軽快さを実現しており、要望の多かった対戦動画のアップロードと再生が可能となっている。グラフィックデータの転用はせず、UKL に合うように一から作り直されている。操作系統にもタッチスクリーンでのプレイに対応するなどの変更点が見られ、PS3 と連動し、 スビタをコントローラーとして利用する、アルティメットコントローラー機能を搭載している。また、L、R ボタンはボタンを押す長さによって、アシスト、交代へと変化する。オンライン対戦は、Wi-Fi 通信のみとなっており、3G 回線は、リーダーボードの閲覧のみとなっている。バトルプランナーの石澤秀俊は、新モードや、新キャラクターの参入などを指し、 実験的で思い切りを詰め込んだ作品と振り返っている。当初はダウンロードコンテンツでの販売を予定していたが、東日本大震災の影響などにより計画を練り直した結果、ボリュームアップをした上でのパッケージ販売となった。トロフィーと実績は一新され独立しているが、ダウンロードコンテンツは前作のものを引き継ぐことが可能。アルティメットの発売に合わせて、 声優の卵である古木望みの対戦動画を配信するアルティメットガール育成プロジェクト前作では日本国外でのみ行われたアートコンテストなどのプロモーションイベントを実施するアートコンテストの優勝者には村田雄介の描き下ろしイラストのレプリカが贈られたカプコンとマーベルの契約終了により2013年12月には 前作と本作の PS3、XBOX360 版のダウンロードコンテンツの販売を終了。2014年6月に、すびた版の販売と日本語公式サイトの公開を終了していたが、シリーズ新作、マーベル vs. カプコン、インフィニットの発表に伴い2016年12月4日より、本作公式サイトが再公開され、 プレイステーション4版のダウンロード販売が開始された。その後遅れて、XBOX1 版と Windows PC 版のダウンロード販売も2017年3月7日に開始され、さらに PS4 のみパッケージ版が2017年3月9日に発売された。ゲーム内容自体は同一であるが、過去の PS3、XBOX360 版が720。 P 画質だったのに対し PS4、PS XBOX1、Steam 版は 1080p のフル HD 画質に対応しており、電化版並みの低価格ながらも過去のすべてのダウンロードコンテンツと日本国外向けに発売された公式アートブックである Marvel v s カプコンオフィシャルコンプリートワークスが完全収録されている。さらに PS4 のパッケージ版には 限定特典として、新規書き下ろしコミック、ワールド・ウォリアーズ・ワールズ・ビヨンドが付属。オンライン対戦にも対応しているが、同一機種ユーザーの対戦のみ対応している。チーム編成は、前作、MVC2 と同じく3対3となっている。ゲーム開始時に3人のキャラクターと3種のアシストタイプを選択することや、基本的なシステムは前作を踏襲している。 操作系は1レバープラス6ボタンだが、攻撃ボタンは、初心者に配慮して4つに減少しており、弱攻撃、中攻撃、強攻撃、スペシャルアタック、パートナー1、パートナー2の6ボタンとなっている。パンチと、キックに分かれていた攻撃ボタンが統合され、エリアルレイブ指導技や、チームエリアルコンボは S で発動する。パートナーボタンはパートナーによるアシストや交代。 スナップバックなどに使用する。セレクトボタンは、長髪に使用し、空きボタンには、複数のボタンの同時押しなどを任意で設定できる。新システムとして、チームエリアルコンボと、X ファクターが追加されている。チームエリアルコンボは、空中でコンボを叩き込む、エリアルレーブ中に指導し他のメンバーに交代し、空中で敵に、連続技を叩き込む。 レバー入力によって攻撃力が高い上段、横方向に打ちつける中段、下方向に叩きつけ、ハイパーコンボゲージを1本増加させる下段の3種に派生する。対する受け手側は相手のチームエリアルと同じコマンドを入力するとチームエリアルカウンターが発動し、相手のチームエリアルコンボを阻止できる。X ファクターは1試合に1度だけ使用でき、 一定時間スピードと攻撃力を上昇させることができ、自分のチームの残り人数が少ないほどその効果が高くなる。必殺技などの各種モーションをキャンセルできるため、連続技にも組み込め、ガードをキャンセルして、相手のコンボに割り込むことも可能。発動中は、リカバリアブルダメージが控えに回っていなくても、自動で回復し、削りを無効化する。連続技、必殺技。 ハイパーコンボ、エリアルレーブをいずれも1ボタンで行える初心者向けのシンプル操作は使える必殺技やハイパーコンボには制限がある。例えば竜ならば上段速投蹴りや真空竜巻旋風足は使えない。ディレイドハイパーコンボはダメージ補正をリセットするテクニック、補正切りコンボの指導に使われることがある。キャラクターの中には 補正ギリありきで活躍できるものも存在する。他にもマニュアルには記載されていないが、以下のようなテクニックが存在する。二段ジャンプを行えるキャラクターの一部には、二段ジャンプを高速入力することで、低空ジャンプとなる、ショートジャンプが利用でき、それを駆使して、高速で発生する、中段攻撃を仕掛けられる。ダッシュを方向キーの二動詞ではなく攻撃ボタンの、 同時押しで行うと加入力でキャンセルすることができ、その工程を繰り返すと波を打つような小刻みな連続ステップ、ウェーブダッシュが可能となる。スナップバックにより強制交代させられる、キャラクターの出現時間が一定であることを利用し、相手のガードを崩す戦法を仕掛ける、出現攻めが行える。キャラクターは、癖がなく、扱いやすい、スタンダードタイプ、スピードはないが、 攻撃力と体力に優れる、パワータイプ、体力は、低いが特殊な移動技を持ちガード崩しにたける、スピードタイプ、多彩な飛び道具により、遠距離からの攻撃に長けた、シューティングタイプの4種に対別される。アシストは、飛び道具を放つ、ビームタイプ、長時間判定の残る技を放ち、フィールドを制圧する、停滞タイプ、ダウン後に、追い打ち可能な攻撃を仕掛ける。 追い打ちタイプなどにタイプ分けできる。コンボの発動中は徐々に相手ののけぞり時間が減少するため、後になれば、なるほど連続技の難易度が上がる。また、1コンボにつき地上、壁バウンドは1回ずつしか発動できないという仕様がある。キャラクターの音声は、マーベルサイドは英語固定、カプコンサイドはキャラクターごとに英語。 日本語音声を切り替えることができるようになっている。バイオハザードシリーズやデビルメイクライシリーズなど、もともと英語を喋っていたキャラクターは、デフォルトでは、英語音声に設定されている。ゲームモードは、一人プレイで CPU と対戦するシングルモード。二人で対戦するバーサスモード。CPU キャラを相手に技の練習を行うトレーニングモード。必殺技や、 連続技などの課題をクリアしていくミッションモード。音楽やムービーを鑑賞できるギャラリーモード。オンライン通信対戦を行うネットワークモードが搭載されている。説明書には書いていないがトレーニングモードではラグが設定できる。ストリートファイター4と比べて通信データ量が多く快適な対戦環境を重視した結果、観戦モードは搭載されていない。 格闘ゲームの面白さを追求したことなどにより、ミニゲームなども見送られている。アルティメットでは発売後の12月19日に行われた無料アップデートにて、ヒーローヘラルドモードが搭載された。プレイヤーは、ヒーローかヘラルドのどちらかの人営を選び、ネット上で対戦し、その勢力を競い合う。このモードでは独自のシステムとして、サポートカードを搭載している。 サポートカードは1枚のメインカードと2枚のサブカードから成り立ち、組み合わせによっては飛び道具を無効化、常時 X ファクター状態、ブロッキングが可能など、通常のプレイでは再現できないような状況を作ることもできる。ネットでの対戦結果は1週間ごとに集計され、戦果に応じてサポートカードがもらえる。オフラインでも CPU を相手に対戦することができる。 サポートカードはすべてカプコンのデザイナーによる描き、卸ろしとなっており、SC のレアリティでランク付けされている。オンライン対戦でゲームに負けそうになると故意に回線を切断する悪質なプレイヤーへの対策として、全ユーザーの回線の切断回数を記録し、回数の多い者同士をマッチングするシステムが導入されており、このシステムは多くのユーザーに好意的に見られている。 キャラクターのカラーリングはデフォルトで4つのバリエーションが用意されていて、アイアンマンのウォーマシンカラーなど類似するキャラクターをモチーフとしたカラーリングも含まれており、その傾向はネタ要素が強い。アルティメットでは既存のキャラクターに2種類の新規カラーが追加されており、すびた版にはニア機能を使って交換が可能な全身が金色のゴールドヘラルドカラーが追加されている。 また、ダウンロードコンテンツのコスチュームパックを購入することにより、キャラクターモデルそのものが変更された新たなコスチュームを追加できるようになっている。マーベル側の要望でストーリーも重視されており、前作でオミットされていたキャラ別による勝利メッセージ、BGM エンディングが復活している。BGM は、 アメコミに合った曲ということを念頭に作られており、マーベルの新規キャラクターのみ、本作オリジナルの曲となっている。シリーズに参戦したことのあるキャラクターの BGM は、参戦元となる作品や、過去のシリーズの曲をより壮大にしたアレンジが、施されている。人選は、総じて、ヒーローとビランの枠組みや男女比、格闘のタイプなどが変調しないよう配慮がされている。 キャラクターのすべてが反見物であるため、キャラクターの動きや技、セリフにおいて、カプコンとマーベル側から厳しい監修が入っている。ゲーム中でマーベルキャラクターが喋るセリフはすべて、マーベルのスタッフが担当している。カプコン側の人選は、動かして面白いキャラクターを重視して、カプコン社内で調整して決められた。ストリートファイターシリーズなどの人気作や、 MVC2 に登場するキャラクターの登場枠はあらかじめ絞られており、近年のカプコンの主流であるアクションゲームからの参戦が優先されている。マーベル側の人選は担当者と意見を交わしながら決められている。ゲームのキャラクターとして面白いものを押すカプコンとは異なり、マーベルの担当者は 日本国外に露出すれば、認知度が高まるという理由で人気の高いキャラクターを推しているが、カプコン側との交渉により、例外として参加が認められた事例もある。ニーズマは、ゲームの開発中に、自身のツイッターで参戦キャラクターの要望などをユーザーに求めており、ツイートのやり取りによると、他にも様々な作品が候補に上がったが、 作品の世界観や日本国外人気を考慮して、いずれも不採用となっている。日本国外公式サイトでも参戦を希望する、キャラクターの人気投票が2月14日から28日までの間に行われた。格闘ゲーム部分の制作はカプコンの主導で行われたが、ムービー部分では、ハルクに向かってクリスが銃を撃たないようにするなど、 マーベル側からの細かな要望を極力受け入れている。また、日本国外展開を重視した配慮もあり、容姿が全裸に近いフェリシアは、日本国外公式サイトでは、対戦動画は一切紹介されず、キャラクター紹介でも一人だけ、バストアップになっている。ムービーでもカメラワークを利用し問題となる箇所を絶妙に隠している。 制作発表から小出しに発表されていった参戦キャラクターの公開順にも最新の注意が払われている。スパイダーマンはアメリカのイベント会場で発表したいとマーベル側から打診があったが日本のライトユーザー層を取り込むには不可欠と判断され東京ゲームショー2011で発表された。MVC シリーズは国内よりも日本国外人気の方が高く 日本国外ではいまだに MVC2 の大会が開催されるなど売り上げに関しても比較にならない差がある。だが、ニーズマはカプコンは日本の会社であるため日本の市場を軽視するわけにはいかないと語っておりファクトの楽曲アタックミー・イフ・ユーであーとタイアップして日本独自の CM が放送されるなど広報にも熱が入っている。よくストフ4が成功したため 発売が決定したと指摘されるが、日本国外におけるマーベルコミックの絶大な人気などにより、企画自体は同時期に立ち上がっており、交渉は5、6年がかりで行われた。両者の規模が以前より大きくなったことから、展開や調整は慎重に行われた。E3 発表段階では全キャラクターに2段ジャンプと空中ダッシュがあったが、 TVC と差別化を図るため、製品版では変更されている。ニーズマは、TVC は、MVC シリーズとは異なる別基軸の全く、新しいゲームと位置づけており、アシスタントプロデューサーの門脇明人は、TVC は、同じシステムの中で対戦するゲームだが、MVC シリーズは尖りすぎているキャラクターが戦う、ゲームとしている。本作の制作発表前に、 MVC2 のダウンロード配信が開始されたが、これは MVC2 の人気によるもので本作とは関係がない。本作の発売前には MVC2 のダウンロード配信が期間限定で半額になるなどのキャンペーンが行われている。4GAMER.net ではシビアな駆け引きよりも派手な演出や高い逆転要素などにより友人と わいわいがやがやと楽しめるゲームと分析されている。システム面の緩さが受け入れられた一方で、キャラクターの強弱が浮き彫りになってしまった点などが、読者レビューにて問題であると指摘されている。ゲームウォッチは、新キャラクターや、新システムにより正当進化を遂げたとし、多くの面で、好意的評価を寄せたが、一部のキャラクターが人選から、外れたことが、 唯一残念なことだと指摘している。日本国外では以下のように概ね好意的な評価を受けた。ジョイスティックは大きな愛と細部の気配りにより人気シリーズにふさわしい続編となった都市10、10ポイントの採点。ゲームスポットはまとまりとカオスを備え進化した都市8.5、10ポイントの採点。キャラクターや 格闘部分、グラフィックなどを称賛する一方で、ストーリーが古風であり観戦モードがないことが欠点だと指摘した。ユーロゲーマーは、ボタンを適当に押しても楽しめるが、極めると、相応の練習と素早い反射が必要になるゲームとし8、10ポイントの採点となった。アメリカで行われた、ゲーム大会、CEO2011 の個人戦決勝と起動、とキド。 タイジャスティン・温泉では、時どの操るウルバリンが開幕直後の投げから、先方を即死コンボで葬る展開が2試合連続で発生し、解説者が絶句。最終的に、このゲームは本当に、いや何も言えませんと解説を放棄し、落胆する事態となった。本作で追加された新システムは、結果的には、賛否両論となった。 X ファクターは1コンボで即死となる場合が多く、その恩恵を受けられるものとそうでないものの差が激しい。チームエリアルコンボは仕掛ける側の成功確率が3、4であるのに対し、阻止する側の確率が1、4と低く、駆け引きとしては荒削りであると否定する意見もある。e 3 2 0 1に出展した際には、日本国外メディア21社が選ぶ。 ゲームクリティックスアワーズのベスト格闘ゲーム部門に選ばれた。アメリカのスパイクビデオゲームアワーズ2011にてベスト格闘ゲーム部門にノミネートされた。以下、括弧内は登場作品。原作での細かな設定などについては原作の項目を参照。原作で同名人物が複数いるキャラクターには判別をつけるため本名を記載する。 また本作よりシリーズ初参戦となるキャラクターはマークを表記。ダウンロードコンテンツキャラクターアルティメット追加キャラクター、日本語音声、英語音声と表記する。ダウンロードコンテンツキャラクターアルティメット追加キャラクター、PS3、XB360 版の全 DLC は2013年12月をもって配信を終了している。PS4 版、 XBOX ONE 版は、すべての DLC を収録している。アルティメットマーベル VS、カプコン3に関するカテゴリー。ありがとうございます。